ですね、はい、いろんなものを作られてる宮地さんなんですけど、はい、これからの未来の近未来のゲームのキーワードっていうのは一体何だと思いますか。やっぱり一言で言うとドラマかなと。ドラマ、ええ、それはドラマっていうのは結局はこれだけ CD ロムっていうのは表現が豊かになりました。特に一番豊かになったのは音なんですよね。でその次に、まあ、映像もそこそこやれると、アニメでしたら、まあ、テレビ画面よりまあちょっと落ちますけどね、まあ、ほとんど見分けつかないぐらいまでね作られてますよね、ですからキーワードとしてはドラマをやるときにですね、ドラマをやるためのその素材が揃いつつあると、音と映像をある程度使えるということになるとですね、表現としては、いろんなことがこうできるようになったわけですよね。じゃあやっぱり随分こう CD の環境になるとこうできてくるものも変わってくるというか、はい、そうですね。例えばギャンブラーなんか最近 CD で、はいはい、ね、実際カートリッジで作った場合はそのストーリーとか、ね、そのドラマっていう演出はなかなか難しいんですけども、マージャン自体の楽しみだけ、そうですね、マージョンだけの楽しみと、それでしたらもう実際今更作る必要はないんですけども、今回の東京マージャンランド編っていうのはもうパロディでいろんなストーリーが入ってて、で最後の悪役のボスがいて、でとにかく麻雀で戦って進みたい、先を見たい、エンディングを見たいっていうような作り方にちゃんとしてあるんですね。あ、なるほどね。そういう新しい楽しみ方がやっぱりこう、はい、メガ CD とか CD の環境でできていくと。そうですね。キーワードはじゃあドラマということで。そうですね、ドラマですね。というわけでね、この宮地さんがいる限りこうメガ CD のね明日は明るいと思いますけどね、今日はどうもありがとうございました。